イリノイ鉄道博物館に保存中の第三世代のガスタービン機関車、アップ18号ユニオンパシフィック鉄道の電気式、ガスタービン機関車はアメリカ合衆国の鉄道会社、ユニオンパシフィック鉄道が使用していた電気式、ガスタービン機関車全車両を指す。アップは世界中で最も多くのジテルを所有していた。試作車は百四十八年に投入され、 以降、55両が量産された。1969年末までに、前期営業運転から外された。アップは、最大で最良の機関車を手に入れることを、長年の習慣としてきた。1930年代においては2両の、蒸気タービン機関車を、試験的に導入したが、これは、失敗に終わった。第二次世界大戦前、アップは、 ディーゼル機関車を旅客輸送に導入したが、4両のディーゼル機関車と1両の蒸気機関車の出力が同等であったので、また別の大出力機関車を探した。やがて、アップは保守、修繕費用が機関車の出力とは無関係であり、少数の大出力機を導入した方が経済的であることに気づいた。ゼネラルエレクトリックは当時発展しつつあった。 航空機向けのガスタービニエンジンを機関車の動力として取り入れることを提案していた。アップはジテルのポテンシャルを測るには実際に幹線で貨物列車牽引に充当するのが最善だと考えた。高速での長距離連続走行を実現するにはタービンが安定して高回転を持続できなければならないからである。アップがジテルに興味を示すと1948年 アルコ GE は試作車両 GE101 を製造した。北東部の試験の後、ロードナンバー50とされた。これをもって本形式をアップ50と称することがある。アップのアーマーイエローに塗装され、さらなる試験が続けられた。試作機は両端に運転台を備えていた。その形状は同時期に製造されていたアルコ FA に似ている。車体側面には、 大型のルーバーが多数あり、様々なパターンで開けたり閉じたりすることができた。搭載するガスタービンエンジンの出力は4800馬力、駆動力としては4500馬力が当てられた。この出力は当時のディーゼル機関車の倍以上であった。ガスタービンエンジンの他に小型のディーゼルエンジンを搭載し、短期での移動やタービンの始動時に使用された。ガスタービンエンジンは 始動するまでこのディーゼルエンジンで回転を与えられ、そこに燃料を投入することで始動する。一度始動したら、燃料は、自動的に、C 重油に切り替わる。また、粘度の高い燃料を加熱して流体化するために、蒸気発生装置も搭載していた。車軸配置に特徴があり、二軸台車を前後に二組ずつ配置した BB、BB である。 それぞれ二つを一組として、台車中心部が、スパンボルスターと呼ばれる針で連結されており、そのスパンボルスターの中心部が車体と接続することで、擬似的なボギー構造となっていた。車重は50万ポンド、車体長は80フィートであった。この試作車は、アップの所有とはならず、後述する量産が開始された1952年より、 GE のエリー工場にて黒色塗装に変更され、101という番号をペイントされて保存されたが現存しない。1923年に製造されたクラシックカーと並ぶ第一世代がスタービン機関車58号1952年、量産車としてロードナンバー51から60の重量が納入された。騒音が大きいのでビッグ、ブローズとニックネームが付けられた。 試作機との最も大きな違いは、運転席が片側だけになった点である。また、側面のルーバーの形状が変更されたほか、細かな衣装が変更された。量産車以降のジテルのほとんどは、燃料を搭載したテンダーを装備することになった。テンダーは、旧式の蒸気機関車の淡水車を改造することで、賄った。容量は2万3000ガロンであった。 テンダーには総括制御装置が引き通され、先頭のジテルが後部に接続された滝を制御することができた。ケンイントン数が増加すると、ディーゼル機関車をも制御できるようにされた。57号のみ、プロパン燃焼に改造され、液化燃料を搭載したタンク車をテンダーとして使用した。この燃料は燃焼ガスは綺麗だったが、輸送が困難だった。 他に改造された車両はなかった。当初、アップはこれら量産車をビッグボーイの置き換えようとして使用するつもりであった。また、ロサンゼルス、ソルトレークシティ間での使用も検討されたが、ロサンゼルスで運行するには、騒音が大きすぎたので、実現しなかった。この51から60号の足回りは、廃車後、U50 に転用された。 ビッグボーイ4022号と並ぶ、第2世代ガスタービン機関車75号1954年、アップはさらに15両を発注し、ロードナンバー61から75とした。第1世代との相違点は、車体側面をえぐるような形で、ランボードを装備したことで、ベランダというニックネームが与えられた。ガスタービンエンジンや、伝送品に変更はない。 1950年代後半より GMM 度の GP9 やオマハ GP20 と重連で使用されることもあった。これはガスタービングエンジンはアイドリング時の燃料消費がフルスロットル時とほぼ同じであるため総括制御するディーゼル機関車は編成出力の向上のためだけではなく1万日。 ガスタービンエンジンが停止した場合に次の側線まで列車を移動するための手段としてであった。なお、ガスタービンエンジンの信頼性は非常に高いものであった。イリノイ鉄道博物館に保存中の第3世代のガスタービン機関車アップ18号を真横から撮影。三軸になった台車に運転台付きなしの二両ユニットによる半永久連結型。 さらに燃料を搭載したテンダーを連結と全長はかなりの長い。続いて1958年から1961年にかけて30両がロードナンバー1から30として納入された。この形式は大幅な仕様変更が行われた。改良点は以下の通り。運転台のあるユニットには補助のディーゼルエンジン、クーパーベッセマー製850馬力機関、 ダイナミックブレーキとしても使用されると制御装置が搭載され、運転台のないユニットにはガスタービンエンジンと発電機が搭載された。A ユニット、B ユニットといったようにも見えるが、本来の意味での B ユニットは A ユニットから運転台を取り去っただけのものであり、本形式とは根本的に異なる。そのため、例えば、ロードナンバー19を例にとると、 運転台のあるユニットは、ロードナンバー19、ないユニットは、同19バイトと不満された。前述第一第二世代の51から75号は、本形式により1964年6月までに置き換えられた。51から75号は、燃料フィルターが詰まるというトラブルを抱えており、燃料を越してから補給するという方法が取られていた。文献によっては、 各社のガスタービンエンジンの出力を1万馬力まで向上させたと記述されたものがある。元来搭載しているガスタービンエンジンは海抜0メートル地点においては1万馬力以上を発揮できるものであった。しかしながら発電機は8500馬力の入力に対応しているため、それをとって8500馬力を定格としていた。 1964年に1万馬力に向上させたという記述によれば、第3世代のテンダーの台車にも駆動用モーターを装備したものがあったという。しかし、それを噂に過ぎないという記述によれば、やはり伝送品の使用のため、8500馬力のままだったという。運用中の第3世代がスタービン機関車29号。 側面のフィルター周辺がスースで真っ黒になっている。アップは世界で最も多くのジテルを運用した会社であった。ジテルは広範囲で使用された。アップによれば全貨物列車の10%をジテルが牽引したという。しかし燃費は非常に悪く、ディーゼル機関車で導出力を実現した場合の倍の燃料を消費した。 しかし、C 重油を使用していたアップのジテルにとって、これは本質的な問題ではない。C 重油は軽油に比べて非常に安価であった。問題は、C 重油の粘度が高く、取り扱いに難があったことである。寒冷時、C 重油はタールか糖密のようになった。これを解決するために燃料テンダーに加熱器を設け、93度 C まで、 加熱する必要があった。また、ス,スの蓄積、腐食性の肺によるタービンブレードの腐食なども問題であった。ユタ州オグデンに保存されている第3世代ガスタービン機関車26号、DDA40X6916 号やアップ833号などとともに展示。当時、C10U がプラスチック製造に使用され始め、 接触分解の技術が向上して、より原油を有効に活用できるようになってきた。それに従い、C 重油が安価であるという利点は薄れてしまった。加えて1970年代のオイルショックを通じて、ガスタービニエンジンは燃料消費が大きいということが目立つようになってきた。それらを踏まえ、1970年には前期が営業から外された。 運用されていた1から30号の足回りは、ジテルの代替として製造された、ディーゼル機関車の u 5 0 c に、51から75号の足回りは、同じく U50 に転用された。2両のみが保存され、UP26 がユタ州オグデンに、UP18 がイリノイ鉄道博物館に保管されている。また、いくつかのテンバーが淡水車に復元され、 アップ844、アップ3985といった保存蒸気機関車で使用されている。1961年10月、アップは試験的にジテルを製造した。アルコの PA-2 を改造した車両と、ゼネラルエレクトリックの w 1系電気、機関車を改造した車両をユニットとしたものである。ガスタービンエンジンは50から75号で、 使用していたものを改造し、微粉炭を燃料として使用できるようにした。ロードナンバー80が不板され、後に DD35 との混同を避けるために1965年に8 0 8 5号となった。車軸配置は、運転台のあるユニットが A-1AA-1A、もう片方が BDDB という16同軸であった。 蒸気機関車の淡水車を改造したテンダーが用意され、そこには石炭を粉末にし、タービンに供給する装置が設けられた。出力は7000馬力。アルコ PA のオリジナルのディーゼルエンジンは2000馬力である、ため、5000馬力の上積みがなされたことになる。しかしながら、第3世代までの機関車に発生したススとタービンブレード腐食という問題は、 本機ではさらに増幅された。石炭を粉末にする過程もトラブルの下であった。オーバーサイズの微粉炭がタービンブレードを破損させた。実験は中止され、車両は解体された。ジッテル各社は100万マイル以上を走行したが、本機は1万マイルも走らずに使用を中止された。実際アップは第二次世界大戦前、貨物輸送向けにビッグボーイという世界最大。 最強級の機関車を導入したが、出力は6290馬力を誇った。これは当時 GMM 度が貨物輸送向けに提案した FT が1350馬力だったので、ビッグボーイ一両の出力が FT の410連の出力5400馬力を上回っていたマリ。 ルイス A ディーゼルロコモーティブスザ・ファンスト50イヤーズコンボック ISBN 0890242585ハットトーマス RD タービンズウエストワードジャーナルオブザウエスト ISBN 978から0686003632ありがとうございます